どうも皆さんこんにちは、ぜんちゃんです。というわけで今回は荒垣選手使っていきたいと思います。荒垣選手ですね。荒垣選手ではありません。たまにね、自分が荒垣って言ってるように聞こえるらしいんですけど、もうそれ滑舌のせいですね。自分の滑舌が悪い時にね、荒垣って聞こえちゃうかもしれないんですけど、まあ、ちゃんと荒垣とそこは把握しております。というわけで爆速で育成を終わらせました。もうめちゃめちゃ頑張りましたよ本当に。前の動画で言った通りですね、 A ランクも1から5枚育てて、この S ランクも1から育てているので、本当に今経験値 1.8 倍中だったっていうのが結構救いでしたね。これがなかったらこんなに早く動画は出せていなかったのかなと思います。で、荒垣選手といえばこのバニッシュボールですね。このバニッシュボールもう荒垣選手しか持ってません。まあ、これどういった球種なのかというとですね、まあ、実際に映像もあるんですけど、どの高さに投げても一定の変化量で曲がる、まあ、縦スラみたいな球種です。この球種がですね、結構いい味出してるんですよ。これを意識させといて、ストレートツーシーム投げたりね、この変化量3のフォークもバニッシュボール意識してると、まあ、結構打ちにくくなる球種なので、まあ、他のピッチャーにない面白い配球はできます。まあ、ただ弱点はですね、特能も荒れ球持ってますし、制球も59なので、まあ、ちょっと制球がね低すぎるかなっていうのは懸念材料としてはありますが、まあ、多少コントロールが悪くても全然いけるよというところを今回見せていければなと思います。今回せっかくですねチーム魂杯来ているので、大会で1試合、ランク戦で1試合、計2試合荒垣さんを投げさせていきたいなと思います。どうぞ。さあランク戦からやっていきます。で、高校が取れました。珍しいですね、ピッチャーの動画で高校から始まれること、すごく嬉しいです。さあ、まずは特能が出ませんでしたが、バニッシュボールね、いきなり打ってる人なんてまあそういないんで、まあ、まずは初球入っていきます。さあ、空振りが取れましたと、まあ、もう一球投げましょうか。まあバニッシュボール見たことない人は最初戸惑いますよね。さあ、これでストライクを取って、もう一球ちょっとボール球にバニッシュ投げます。で、これを意識した後に結構フォークとかね投げてあげると、変に打ち上げる、そういうこんな感じになるねケースも多いので、まあ、時たまのフォークすごく強いです。結構フォークを決め球としてね考えている配球すごくありだと思います。まあ、あとは普通にねツーシーム D ありますし、球ももちろんね156キロストレートありますので、まあ、速球でも押せるし、まあ、バニッシュフォークでも結構タイミングを外せる、まあ、なかなか強いピッチャー。ちょっと待って、ギータ、今のは取ってくれ、ギータ。で、よくね、A ランクでも強いですかと質問を受けるんですけど、A ランクでも荒垣さんはいけるピッチャーです。まあ、基本的にね、A ランクでも強い投手の特徴としては、主に速球派の投手、もしくはタイピンチに依存しない選手、こういった選手は A ランクでも強くなってきます。まあ、なので、よく使われる選手で言うと、まあ、千賀選手とかね、大谷選手っていうのは、まあ、あんまりね変化量マイナス1の影響を受けませんし、まあ、逆にね、松永選手みたいに、まあ、タイピンチに依存しているピッチャーは正直ちょっと A ランクだと使いづらくなります。さあ、バニッシュ強いですね。本当に荒垣さんが加入するのでかいんですよ。ホークスの場合千賀選手に次ぐね、2番目に強いリアタイのピッチャーになるので本当に嬉しいです。まあ、セッツさんか荒垣さんのね2択だったと思うんですよ、第5弾は。まあ、どっちが来るかなと思ってたんですけど、まあ、リアタイやってる身からすると荒垣さんの追加は結構ありがたいですね。で、気づけば多分2日連続の、高純正になっているのではないのかなと思います。多分動画のスケジュール的にね、まあ、たまたまちょっと連続しちゃってるんですけど、よーし、 OK。 まあ、これから1週間ですね、チーム魂杯が終わるまでは毎日ね、多分毎日、生放送で大会やると思うので、まあ、ぜひ見に来てください。今回は高純正で挑みたいなと思います。この後大会もやるんですけど、ランク戦打った後大会打てるかな。こうランク戦打った後にやっぱ大会行くとね、めちゃめちゃ変化球とか速く見えちゃうんで、ちょっと不安ではありますが、まあ、とりあえずここはコールド決めて大会に臨めればなと思います。さあ、ギータ、さっきポロリした分を取り返してくれ。まあ、いつもそれ以上に打ってくれてるんで、まあ、文句は言えませんが、ちょっと大会でああいうプレーやられるとね、一気に流れ持っていかれたりするんで、大会ではちょっとエラーだけは勘弁してくれ。よし、OK。 さあ、3ボール。まあ、ギータ怖いですよね、本当に。純正の中でひときわ、やっぱり輝く存在になっているので、もうやっぱ文句なし、もう使用感文句なし。なんか毎回ホームラン打ってない、ギータでホークス純正でやるとき、やっぱ本当すごいわ。よーし、OK。 これもグラちゃんの一発。久保さんがねファースト適正とか持ってればね、マッチとかもサードで使うことできたんですけど、サードしかないですからね。
早いか。変えてきたんだ、国語を戦えよ、勝利のためにや。普通に空振った。あ、そうだ、ちょっとね、試合中ですが、こちらの映像をちょっと見てください。というわけで、上林選手と井口選手ね、まあ前の動画でもちょっと言ってたんですけど、スピリッツ解放しました。もうね、ライトはちょっと上林選手、セカンドやっぱ井口選手で行かないといけないなと思ったので、ちょっとね、この経験値 1.8 倍の期間中に、もう荒垣選手と一緒に育成して、もう極みまでね、しっかりと持っていったので、2人とも元のスピリッツが3100なんですけど、2人とも3300まで上げています。まあ、2人ともね、高純正だといるんですよ、本当に。あ、やばい、ボール球。最後はスピリッツ解放した井口さんに決めてもらいましょう。まあ、スピリッツ解放したらもうちょっと上位でも使っていいんですけどね、ちょっと井口さんの打順も結構迷ってます。いや、どうだろう、正面かな。あ、正面だった。さあ、コールドを決めることができませんでした。ただここはどうしようかな、バニッシュボールもだいぶ意識してると思うので、今回は逆にツーシームストレートで押していきます。まあ、こういう使い分けもできますからね。さあ、バニッシュ意識してれば手が出ないか打ち上げる。さあ、だいぶこれバニッシュ意識してますね。からのストレート、おお、これ振ってくれる。もう相手の頭の中多分9割バニッシュで、こういう時は、まあ、フォーク投げてあげたりしてね。これももうちょっといいところに決まればバニッシュと思って振ってくれる人もいるんですけど、まあ、そこまでね、コントロールが先ほど言った通り良くはないので、あんまりキワキワに投げるっていうよりは、まあ、球種でタイミング外す、まあ、そういった考え方の方が抑えやすいのかなと思います。まあ、バニッシュってね、思った以上に曲がってくるんで、捉えたと思っても内野ゴロになりやすいんですよね。まあ、そこも結構バニッシュボールの強いところなのかなと思います。さあ、ストレート、よし、詰まってる、これは取れるでしょう。ということで大会いきます。それでは大会の方でやっていきたいなと思います。さあ、荒垣さんでいきましょう。で、この間を使ってね、ちょっと大会について解説しておくと、まあ、まず今回チーム魂杯とテクニカル杯が来てます。テクニカル杯はスピリッツ統一なので、まあ、どのランクでもね、使えることができますし、まあ、S ランクで登場していない、まあ、自分の動画で使ったね、三つ間選手とか鶴崎選手とか、そういった選手も使えたりします。それこそね、この荒垣選手も今回 A ランクで獲得した人とかはもう全然使えると思いますね。最初やっぱりね、バニッシュ打ちにくいと思うんですよ、こんな感じで。なので荒垣さんは結構おすすめですし、まあ、チーム魂杯はですね、球団によって、まあ、戦力差が出てしまうので、まあ、そこは仕方ないことなんですけど、まあ、結構球団にもちょっとずつ左右されるのかなと思います。さあ、ここは打ち取っていく。トップ3を上げておくなら、もうこれ多分リアタイ強い人誰に聞いてもそうだと思うんですけど、基本的に日ハム、巨人、オリックス、まあ、この3つが強いですね。結局リアタイって投手ゲーなんですよ。本当に投手でどれだけ強い選手がいるかなんで、もうそういう点で考えると日ハム化け物です。さあ、いきなり佐々木誠さんが打っていく。ちょっと打順いじってきました。2番イデホはですね、片目打ちを持っていたんで2番で使っていたんですけど、まあ、3イニングね、大会の場合ありますし、まあ、7番8番ぐらいに置いててもね、多分2打席ぐらい回ってくると思うので、もうちょっと足の速いね、井口さんを2番に持ってきてます。巨人は、まあ、やっぱ野手の強さが他の球団と比べてやっぱ1つ2つぐらい抜けてますね。守備力もいい、攻撃力もいいみたいな、もうなんか最強の野手がね、もうレジェンドたちがやっぱあの球団揃ってるんで、まあ、そういう面で言うとやっぱり巨人、もう野手の面でやっぱ突き抜けてるのかなと思います。オリックスはですね、 TSOB の選手が結構あ、やばい、 TSOB の選手が結構必要になってくるんで、まあ、結構作る難易度的には難しいんですけど、もう揃うことができたらもう投打のバランスはトップクラスです。まあ、まずね、オリックスってアーティストの選手一番多いですし、まあ、ピッチャーもね、山本由伸選手とか、山岡選手もいるし、 TS の金子千尋選手なんかもいるしね、まあ、ほとんどのピッチャー球種多いんですよ。なので本当投打のバランスで考えると作るのは難しいんですけど、オリックスはめちゃめちゃ強いです。まあ、大体この3つの球団が12球団の中でトップ3の強さになるのかなと思います。よいしょ、いやー、胸抜けてった、今取られると思った。まあ、逆に、まあ、今相手している横浜、広島、ヤクルト、この3つはね、リアタイで強い投手って本当少ないんですよ。なのでそういった球団ね、使ってる人は結構大変だなと思います。まあ、ホークスはね、だいぶ整備されてきた。本当に個人的にはもう荒垣選手が来たのがでかすぎるんで、まあ、ホークスはぼちぼち強くなってきましたね。
あー危ねー、全部なんかサードの横ギリギリ抜けていく。で、9番なので代打出します。代打パイネ、代打パイネです。パイネ、おお、特動出るとやっぱ強いなパイネ。ここはちょっとコールド決めに行きます。さっき決めれなかったので。おお危ねー、なんか全部アウトになっても一歩間違えたらアウトになるぐらいの打球だったけど、なんとか初戦はコールドで勝つことができました。はい、ということで今日の動画はここまでにしたいなと思います。動画の途中でもね言ってた通り、毎日大会配信すると思うので、ぜひ生放送の方も見てやってください。もう今回の目標は、まあ、ベスト8はもちろん狙いますけど、まあ、一番の目標はホークス純正の中で1位は絶対取りたいですね。まあ、そこを狙って頑張っていきたいなと思います。この動画面白かったよという方はぜひチャンネル登録高評価お願いします。それでは皆さん、さよなら。